今年の青森ね、かなり雨不足でした。初期の時5月から7月にかけてかな、結構暑い時期に雨が降らなくて降らなくて、俺人参が発芽失敗して、黒小豆も発芽失敗してっていう苦しみを味わって、でその時って、まあ、一般家庭の小さい畑だったら水まけばいいよ。で普通の農家さんだったら農薬まくときタンクにトラクターに乗るんだけども、タンクに後ろにタンクでっけえのあって、その中に農薬と水入ってるから、それで水まかさるし、まあ結構ね大丈夫だとは思う、ね、狭い範囲だったらテレジオールでやっていい。だけども俺は農薬もまかないし、結局近くに水場もない。浄土で巻くにはちょっとね、全部で1万8000平米なんで、1万8000平米だよ。壺にするときはそれを割る 3.3 平米してください。そうすると壺数出るんで、ね、多分イメージしやすくなると思うんで、そこを一つ一つ巻くっていうのは、まあ、一応やったよ。人参のところだけ巻いたけども、焼け石に水で、あんだけ2ヶ月も降らないで高温が続くと、本当に焼けた石にね、水かけてるようなもんで、全然ね、意味なかったのね。でそういう時ね、多分これからもあると思うから、で皆さんの家庭菜園でもあると思うんで、その時どうするかってこと。近くに水はない、しょっちゅう水やりに行けない、で水やっても焼け石に水、じゃあどうするかっていうことを、ちょっとテクニックとして、お話ししたいと思います。まあこれはね、結構苦し紛れで、できれば雨が定期的に降ってほしいとかあるけれども、まあ、まず一つは、マルチをする。マルチ、黒マルチとかビニールの方ね。草だと隙間があってどんどん地を外していくけど、ビニールだったら保水してくれるからなんとか耐えれるかもしれない。いくらか耐えれる、やってみればわかるけれども、ね、でもそのマルチはね、まあ要は今最近ほらビニールがマイクロプラスチックで海洋に出てとか、そういう地球環境っていうことを鑑みればやはり使いたくないっていう人もいると思うんで、そうすればどうするかっていうと、まあ一つの方法として草マルチっていうものもまあいいんじゃないかなと思うけれども、隙間があるからどうしても蒸散していくし、草も枯れてくればだんだんね厳しいところも出てくる、それでもやっぱりやられてしまうっていうこともあるんで、ね、本当にね難しいところではあると。でこれ最終的な俺の秘密兵器っていうか、まあ最後の砦的な技術なんだけども、草を取らない、草を一切取らないっていう、草を生やしっぱなしにするのね。そうすると人参がこのくらい生えてるとき、人参でも何でもいいんだけど、このくらい生えてるときに草がこのくらいになると、でこうやってで隠れちゃうんだけど、そうすると日差しは防ぐし、草自身が保水してくれると、その中涼しくなるし、直射日光入んないから涼しくなるし乾きづらいと、で根っこも張るから、保水力もあると、ね、この方法で乗り切ったことが何回かあります、ね、草をあえて取らない、草は取らなきゃいけないものだって、ね、取った方がいいんだよね。実際に水が足りてると、定期的に雨が降っている、そういう時であれば、何も別に乾くことないんで、一生懸命取っていいです、ね、雨が降ってたら濡れ て、そうすると伸びた人参にちゃんと光が当たって人参がよく取れて、よく育っていいものが取れていいんだけれど も今回みたいにカンカンの高温で日照りで2ヶ月3ヶ月弱、2ヶ月ちょいかな、日照りが続いて、そういう時は草取ってしまうと本当に直射日光当たるし、風も当たっちゃうし、どんどん乾いていく。で草取る時に根っこもいくらか引かされるでしょ。その時に土がね、土の分子がこうバラバラになる、サラサラになる。そうするとまた乾きやすくなってくるのよ。だから今年の青森みたいに雨が降らない、乾燥して困るっていう時はあえて草を取らない、直射日光、それによって直射日光を当てない、風を当てない、土の構造を壊さないっていうことを俺はするようになりました。一昨年3年ぐらい前からね。でその話をベテランの農家さんに話したら、それでいいと、そういう時はそれでないともうやってられないっていうことだったんで、ある一定程度認められる技術だと思うんで、まあ、皆さんにシェアしたいなと思って動画を撮りました。で草はね、栄養を奪うってことは俺あまりそんなにないかなって思うんだけどもね。ただ光が当たらないから光合成を邪魔するとか、風当たらないから湿気がこもって病気の元になるとかで、そういうことで生育がね遅れるっていうことはあるんで、取った方がいいと、いいんだけども、
本当に今年の青森みたいにカンカンの日照りで2ヶ月以上雨が降らないとなれば草は逆に取らないっていうあの選択肢、選択肢を持っておけば、今後皆さんがそういう場面に遭遇した時、あ、そういえばあの動画であんなこと言ってたなっていうことが少しでも引っかかればそれを実践してみてほしいなと思って動画にしたわけです。まあこれで以上です。